はい、どうも皆さんこんにちは、ポールです。本日はですね、伊藤みどりさんの演技は震災点だと一体何点くらい出るのかということでやっていきたいと思います。以前ね、こういった動画を出させていただいたんですけれども、その時にですね、伊藤みどりさんの演技でぜひ同じようにやってみてくださいっていうコメントをいただきましたので、今回は伊藤みどりさんバージョンでやっていこうと思います。伊藤みどりさんといえばね、女子のフィギュアスケーターとして世界で初めてトリプルアクセルを成功させた日本が世界に誇る最強のレジェンドスケーターということでね、以前から伊藤みどりさんについて取り上げてほしいっていうようなコメントをね、ありがたいことにいただいておりましたので、満を持して取り上げようと思います。今回見ていこうと思う演技は1989年に行われました NHK 杯のフリースケーティングの演技です。こちらね、非常に素晴らしい演技となっておりますので、概要欄に動画のリンク先載せておきますのでね、興味のある方はぜひそちらもチェックしてみてください。またですね、今回の検証に際して、細かいところの数字設定とかって自分の自由采配で決めてるところはあるんですね。一応計算過程とか、なんでこういう数字設定にしたのかっていうところについて、できる限り説明していこうと思うので、その辺はね、ご了承していただければなというふうに思います。伊藤みどりさんを知る方ならね、一度は思ったことがあると思うんですよ。今の採点方式だったら一体何点ぐらい出るんやみたいな、そんなことをね、思った人いるんじゃないですかね。どうですかね、僕はそう思ったことあるんですけれども、今回出す点数については、決してね、正確な点数というか精度の高い点数とは言えはしないんですけれども、だいたいこんぐらいになるのかなっていうようなイメージをつかんでいただくくらいの内容にはなってるかなというふうには思いますので、楽しんでいただければなというふうに思います。またですね、今回の動画は現行ルールのフィギュアスケートの点数の出し方、決め方についても言及しているところがありますので、フィギュアスケート最近見始めたけど、点数の決め方とか出し方、なんでこういうふうに点数がなってるのかいまいちよくわかんないよっていう人も、多分学びとなるようなポイントがね、ちょくちょくあると思うので、そういった方でもお楽しみいただけるような内容にしていこうと思います。よろしければお付き合いください。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。でですね、今回はこういった順番で点数の方を出していこうと思います。順番にやっていきましょう。まず検証に先立って、この演技の9採点での採点結果っていうのを出しておきます。これがね、9採点での採点結果なんですよ。今とはだいぶ違うと思うんですけれども、当時は技術点とプレゼンテーション、今でいう演技構成点みたいなものですね、この2つの項目を各ジャッジがそれぞれ6点満点で点数を出していたんですね。今回はこれらの点数を使おうと思ってるところがあるんですね。それがこちらですね。救済点の技術点を GOE に見立てて点数を使っていこうと。でプレゼンテーションは現在の演技構成点 PCS っていうところに換算していこうというふうな考え方で今回進めようと思うんですね。ツッコミどころはたくさんあるのは重々承知してるんですけれども、一旦このまま進めさせてください。はい、 GOE および PCS を出すための数式っていうのがこんな感じになるんですね。そんなに難しいことはやってなくって、本当に小学生の算数にフィギュアスケートの専門用語を並べただけなんで、わからない人はゆっくり止めて内容を見ていただければなと思います。先ほどの数式に実際の数字を当てはめたのがこんな感じで、これらを計算していくと GOE は 4.95、PCS は 78.37 っていうような点数になりました。ちなみに今シーズン行われたとある国での国内選手権の女子フリーの上位3名の方、こちらの GOE と PCS っていうのをそれぞれ抜き出してみました。これと比べても今回伊藤みどりさんの GOE と PCS っていうのはもうズバ抜けて高いっていうのは、もうこれを見たら一目瞭然ですよね。はい、ということでね、なかなかにね、現実離れしてる点数をつけてるんだよっていうところだけ少し頭の片隅に置いといていただければ幸いです。でですね、今回の伊藤みどりさんが行った演技の中で実施されたエレメンツっていうのを抜き出してみようと思います。それがこちら。はい、これを見ていただいてね、なかなか驚いた方もいらっしゃると思うんですけれども、スピンがなんと5つも入ってるっていう。スピンね、この当時はスピンとかジャンプとかの数って決まってなかったのかな。
ちょっとねここあんまり詳しく知らないんですけれども、ジャンプの本数とかも7本飛んでる人もいれば9本まで試行してる人とかもいたりとかね、なんか文字通り今以上にフリーダムな演技構成、演技内容を組めたのかなっていうような気もするんですけれども、まあ今回の演技に関してはこういった内容のエレメンツを行っていましたよと、でしれっとねスピンとステップのレベルを全部3に統一してるんですけれども、ここはね本当は意味はあんまりないんですけれども、まあ、現代のフィギュアスケーターのトップ層ってだいたいレベル4を取ってて、で時々レベルの取りこぼしで3になるみたいな感じのイメージを僕は勝手に持ってるんですね。なのでまあだいたいオール3ぐらいつけてればまあ現実とそんなに乖離してないかなっていうような、なんとなくの思いつきで今回レベル3ということで設定してみました。当時はレベルっていう概念はなかったんですけれども、まあ、ここはレベルを設定してあげないと基礎点が決まってこないんでね、とりあえずっていうことでレベルを設定させてもらいました。まあ、ここについてもね、気になる方はそれぞれレベルを上げたり下げたりということで各自調節してみてください。ちなみに現行ルールでも後半3本のジャンプについては基礎点を 1.1 倍するよっていうルールがあるんですよ。なのでそのルールを適用させたんですけれども、後半にねトリプルトリプルのコンビネーション入ってるんですよね。これ恐ろしいですね。まあ点数的にもね、前半に飛んだトリプルアクセルの基礎点以上のジャンプっていうことで、まあかなり破壊力のあるジャンプをしれっと後半で飛んでるっていうような感じですけれども、そもそもこの当時トリプルジャンプを2種類あるいは3種類ぐらい飛んでると世界のトップで戦えたらしいんですよ。そんな中伊藤みどりさんは6種類7トリプルっていうことで、今でもなかなか6種類のトリプルを揃える選手ってそんな多くないじゃないですか。っていうことを30年以上前の演技ですでにこの境地まで達してたっていう伊藤みどりさん、やっぱすごいですよね。はい、ということで余計な雑談を挟んだんですけれども、このままね一気に点数の方を出していこうと思います。 GOE に関しては、まあ、先ほどめちゃくちゃな計算をやった通り 4.95 っていう数字を当てはめようと思います。実際に足される点数っていうのは全部 4.95 っていう点数ではなくって、ここからさらに換算してやる必要があるんですけれども、ここはちょっと省略させてください。で換算した結果がこんな感じ、でエレメンツの基礎点とGOE を足し合わせた数字っていうのは、右端の数字が基礎点と GOE を足したものの最終的な点数になってます。でこれらの点数を全部足し合わせたものが技術点になるわけですね。そちらの点数がこちら 88.48。 まあ今でも 88.48 の技術点出たらおおってなりますけどね。でここから演技構成点を出して最終的な点数見ていきましょう。演技構成点は先ほど出した 78.37 っていう点数がありますので、こちらに技術点の点数を足して最終的な点数を出していこうと思います。ということで大変お待たせいたしました。1989年に行われた NHK 杯の女子フリー伊藤みどりさんの演技を審査点のように点数を出してみたのがこちらです。 166.85。 すごい点数ですね。はい、いやー166点って今の女子フィギュアでもなかなかお目にかかれない点数だと思うのでね、まあすごい点数が出たんじゃないでしょうか。しかもこの点数っていうのは3連続ジャンプがなければコンビネーションジャンプも1本しか飛んでないっていうような内容でこの点数が出ると、いやすごいっすね。補足資料ということでね、 GOE をねもう少し条件振った時にどんぐらいの点数になるかっていうのも補足として出しておきます。一応注意点としてはスピンステップは先ほどと同じようにレベル3、 PCS っていうのは 78.3 なので全部固定で出してます。まあ、ここからね細かいところの数字設定を変えたい人はね、いろいろ変えてみても面白いんじゃないですかね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。まあね、なかなか変な企画ではありましたが、ちょっとでも楽しんでいただけましたら幸いです。まあ細かいところはね本当にツッコミどころが多いんですけれども、まあなんとなく伊藤みどりさんがね現在の採点方法で点数出したとしたらこんぐらいの点数になるのかなっていうざっくりとしたイメージはつかめるんじゃないかな。
まあそんな感じで今回は終わっていこうと思います。また何かリクエストとかがあればぜひコメントをしていただけるとね、まあできるものについてはお答えしていこうと思います。感想とかもお待ちしております。視聴者の皆さんから送っていただいたコメントいつも読ませていただいております。本当にありがとうございます。できるだけねコメントの内容も汲み取っていきつつ、今後もマイペースで動画投稿を続けていこうと思いますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。